南大東島佐藤キビ列車、大東東業南大東事業所の佐藤運搬専用軌道は、かつて沖縄県南大東島にあった軌道。大東東業が所有する佐藤キビを運搬するために付設された。島内に張り巡らされていたが、トラック輸送に切り替えられ廃止された。路線図南大東島の軌道は、鳥島を開拓した玉木繁栄門ら十三人が1九百年に、 南大東島に移住して、サトウキビの栽培をし、その運搬手段として軌道が付設されたのが、その始まりである。繁栄門は、鳥島で1891年に、羽毛布団に使用するため捕獲したアホードリを運搬するため軌道を付設していた経験もあり、1902年には、南大東島にも1フィート6インの手押し軌道を、付設に着手し、 翌年には24兆の布設を終えていた。1910年に、合名会社、玉木商会を設立し、事業規模の拡大とともに、軌道も延長された。半江門の死亡後、南大東島のサトウキビ栽培事業は1916年に、東洋製糖株式会社に売却された。東洋製糖は、事業拡大によりこの手押し軌道を廃止し、2フィート6。 院の蒸気機関車による軌道に置き換えることとした。1927年頃には、約18マイル余りに及ぶ軌道が付設されていた。しかし、東洋政党は1927年になると、親会社の鈴木商店が破綻してしまい、その結果南大東島の政党事業は、大日本政党が引き継ぎその南大東事業所となった。第二次世界大戦が勃発し、 南大東島では日本軍により飛行場が造成され、サトウキビ畑は日本兵4000人の食料のため芋畑となった。1943年に軌道が爆撃による被害を受けて以降、相次ぐ爆撃により、工場など会社の施設の1、2が被害を受け廃墟と化していった。戦後、1947年に宮城西郎は、 琉球列島米国軍政府より大東島における感謝栽培の許可を得て、1950年に大東創業株式会社を設立し、廃墟となった大日本製塔の工場施設を復旧し1951年3月に南大東事業所として創業を開始した。時代とともに蒸気機関車からディーゼル機関車に代わり砂糖キビの収穫作業も機械化が進められてきたが、 西港への砂糖や糖蜜の輸送は1980年頃トラック輸送に切り替えられ工場への砂糖キビ輸送は1983年の収穫を最後にトラック輸送に切り替えられ軌道は9月に廃止されたその後廃止から30年後の2013年から観光客の増加を目的として一括交付金を活用したシュガートレイン夢復活実現事業の中で 路線復活の検討を行い、2016年に着工、2017年度に観光鉄道での復活が計画されていたが、採算が問題となり断念され、大替案として遊具としての鉄道運行が計画されることとなった。本線支線とも数百メートル沖きに佐藤キビの集積場があり、側線とホームが設けられていた。キビの収穫は11月から、 翌年の5月までで作業は早朝から始まり前日から集積場の側線に留置されていた台車に借り取ったサトウキビを満載させていく。そして機関庫を出発した機関車が台車を次々と連結していき、編成になると工場まで運んだ。各所から集められた台車は一両ごとに計量し、ハーベスタ台車は台車が乗った軌道ごと傾けられ、サトウキビを ベルトコンベアに落とし込んでいく。工場は24時間フル稼働のため工場内では機関車が夜通し台車の入れ替え作業をしていた。また積み込み作業も時代とともに変化していき、当初は付近の畑で収穫した砂糖キビをトラックに乗せて集積場まで運び台車に積み込んだがやがて台車をトレーラに乗せトラクターが牽引して砂糖キビ畑まで運ぶようになった。 そしてハーベスタにより、刈り取りと積み込みを同時に行った。台車に満載すると集積場に戻り、レールに乗せられ機関車による集荷を待つ。ハーベスタの導入により、台湾からの季節労働者が約600人だったのが、韓国からの300人になり、やがて80人と激減した。戦前は蒸気機関車3両であったが戦災で1両が失われてしまい、戦後しばらくは、 上機機関車2両と帝国海軍が持ち込んだガソリン機関車1両であった。やがてディーゼル機関車投入により無塩化が達成された。いずれも二軸のディーゼル機関車。車体色青。島民輸送や会社役員、役人の視察時に使用するため、1928年、五路2両製作された。1963年には4両あって、 西港と在所館を運行していたが、入港や積み荷次第で不定期であった。その後はほとんど使用されず機関庫の側線で、荒廃していった。1968年3月時点で、平台車222台、景気車12台。やがて収穫作業の機械化により、ハーベスタ台車に置き換えられていき、1981年時点で、ハーベスタ台車200台。 平台大社110台となった。南大東東在所のふるさと文化センターで保存されている南大東島、シュガートレイン機関車大東東業南大東事業所2号機関車、那覇市内坪川東公園にディーゼル機関車5号機と蒸気機関車1号機の下回りが保存されている。蒸気機関車1号機はこれより前に沖縄本島のゴルフ場が遊覧鉄道を計画し、 運び出されていたが計画が中止されたため放置されていた。南大東東在所のふるさと文化センター横にはディーゼル機関車8号機、蒸気機関車2号機、滑車2両、復元された客車が保存されており、これらは近代化産業遺産群33に選ばれている。なお、機関庫跡にはディーゼル機関車一から三七号機が廃線五十年以上放置されていたが、 撤去されている。今村昌平監督の映画作品、神々の深き欲望に蒸気機関車の走行風景があるが、撮影時にはすでに廃車となっており、列車の後ろからディーゼル機関車が押していたという、取材日順、ありがとうございます。